あなたの近くのどこかで動物が排便している実は動物界では毎日ビクトリア滝を流れる水量とおよそ同じ量の糞が排泄されているではなぜ地表は糞だらけにならないのだろうかそれは有り余る糞を黙々と食べ尽くす糞虫のおかげだ一晩で体重の250倍の糞を地中に埋めるこの優秀な昆虫は 果てしなく出てくる糞を次から次へとあっという間に片付けてしまうのだ糞虫は知られているだけで7,000種以上存在し南極大陸を除く6大陸をくまなくきれいにしてくれる糞虫の最初の仕事は糞を見つけること大きな動物の肛門付近に生息し排便に合わせて飛び降りる糞虫もいれば動物たちが残した糞を嗅ぎつける虫もいるゾウの場合一山の糞に 15分で4,000匹のフン虫が集まるだからフンを見つけたフン虫は急いで自分の取り分を確保しなければならない大半のフン虫は3つの主要グループのいずれかに分類されるフン転がしトンネルを掘るフン虫そしてフンに住み着くフン虫フン転がしはフン玉を作ったら後ろ足を使ってそれを急いで他のフン虫から遠ざけるパートナー候補が玉に飛び乗り玉を作った虫が相手を選ぶとペアで穴を掘り ふんだまを埋めるふんだまを埋めた後メスはふんだまの中に卵を一つ産み落とす穴掘り型のフンは違うやり方をする糞の真下に穴を掘って地中に引きずり込み糞を押し固めて塊にする虫もいる塊は子玉とかふんだまフンソー,セージなど形や大きさによって呼び名が変わるオスは並んで生えている見事な角をこじしトンネルの支配権をめぐって争う勝敗の決着後は メスが卵を産むまでトンネルを守る。中には戦いを避けるために角のないメスのふりをしてトンネルに潜入し、見張り中のオスの隙を見てメスと交尾するオスもいる。第三グループの糞に住み着く糞虫は最も簡単なやり方を取る。卵を直接糞の中に産みつけるのだ。穴掘り型の糞虫や糞コロガシに比べ、卵が食べられてしまうリスクが高いやり方だ。 幼虫は糞を食べながら、中にトンネルを掘って進む。残った糞には、間もなくバクテリアや菌類が繁殖し、分解される。地中の穴や糞玉や糞本体の中で、卵が孵化すると、幼虫は糞を食べて、やがて蛹になり、その後成虫になる。糞を片付けてくれること以外にも、糞虫たちの活動は、生態系にとっても非常に重要だ。 例えばフン虫は種子を二次的に拡散する役目も持つ猿や野生の豚その他の動物の糞には食べた果物の種が混ざっているフン虫がフン玉を地中に埋めることで意図せずして種子を捕食動物から守ることになり発芽の可能性を高めているのだあまりの恩恵に南アフリカのある植物は見た目も匂いも糞のような種を作るまでに進化したなんとフン虫を騙して種を地中に埋めてもらうために 昆虫は農業システムにおいても重要な役割を果たしている牛や羊のような家畜が排出する大量の糞には植物にとっての栄養が含まれているフ虫は家畜の糞を小分けにし穴を掘って地中深くに埋め栄養分を植物の根の付近まで運んでくれるフ虫の活動はアメリカの農家にとって年間3億8,000万ドルイギリスでは年間3億6,700万ポンドの価値があるとされている 中は地球温暖化対策の手助けさえしてくれる農業関連の温室効果ガスを減らしてくれるのだ酸素の少ない家畜の糞の,糞の中にいる微生物は温室効果の高いメタンガスを発生するしかしフ虫が糞に潜り込むと糞の中に酸素が入ってくるので微生物によるメタン発生を防いでくれるそうフ虫は種をまいて農家を助け気候変動とも戦い しかも普通に生きて活動しているだけでこれらすべてを成し遂げてしまうのだ今度皆さんが森や野原でフンを見つけたら近づいてじっくり観察したくなるかもしれないねここで私たちは重大な問題に取り組んでいるのでもう一つ質問がありますあなたの目の中に浮かんでいるものは何ですかこの動画でご紹介しますチャンネルに登録して TEDED アニメーションをさらにご覧ください